よりにもよって20世紀の学校を戦いの舞台にするとはな。君もそうだろうが、私もこういった建物には縁があってな。私はともかく、他の英霊には迷惑な話だろうさ。ただの偶然か、選定基準に何らかの意思が介在しているのか、一兵士として偶然であることを祈りたいが。嫌う理由はないな。それが現実であれ仮想であれ、人間同士の触れ合いは感性を豊かにする。加えて自己のスケジューリング能力とは無関係に、嫌おうなしに学習できるんだぞ。極めて文化的かつ合理的な仕組みだよ。教育機関が真っ当に生きている社会なら、そこは健全と言える。学ぶことは人間らしさの証明だよ。とまあ、教科書通りに返答するならこんなところか。私が学校を好むかどうかはマスターには関係のないことだ。それでサーヴァントとしての性能が変わるわけではないからな。それは失礼。マスターなりに気を使ってくれたのか。だがインギンブレナンは正確でね。こればかりは変えようがない。サーヴァントは過去の記録の再現だからな。能力はともかく、性格はもう変革しないものだ。君も口の悪いサーヴァントに当たったと諦めればいい。
倹約は得意なんだ。
マスター。さーて、追っ始めるかね。海賊家業はここまでやる。ドクロの旗は斧が墓標に掲げるがいい。
上出来だ。ちょっと待って。
見つかったか。
だ。マスそれはこちらも助かるな。いつまでも被害者が押されていては剣の振るいがいもない。敬っているとも。マスターとして君の立場は尊重している。もっとも言葉や意思はどうかというと、それはこれからの伸びしろ次第だがね。別に最高得点を求めているわけじゃない。一般的な魔術師レベルに成長してくれれば、その時は多少態度を改めるとしよう。しようのない失点、返上しようのない汚名を被ったのなら、さすがの私も言葉を選ぶさ。それなりの恥は知っているつもりだ。その時は高い確率で君の命がないと思うぞ。何しろ
私の失敗はそのまま主の命に直結する。それでも構わないというのなら、あえてミスをしてみるのもいいだろう。誠に遺憾だが、そうなれば私も晴れて無職だ。君の復讐はささやかながら叶ってしまうな。そういうことだ。これもサーヴァントの良し悪しだよ。運が悪かったと思って諦めたまえ。
なるほど。どちらの鷹の目が上か試すとするか。ほざけ、狙撃なら負けねえよ。なあだな、昔取った絹塚だが、狙撃の呼吸お見せしよう。切り込むか。トレース、オン。
まだだ。最後まで引き金から手を離すな、アーチャー。すまねえな。